ゆっくり飛行機チャンネル。最近はこの辺で悪質ないたずらが流行っているんだってさ。悪質ないたずら？止まっている自転車のタイヤを次々パンクさせる人がいるんだって。そりゃ悪質ね。車にも被害が及んでいることから、警察も動き出しているんだってさ。早く捕まるといいね。私の見立てでは犯人は20代から30代、または40代以上の中年世代から高齢者の可能性が高いと思うわ。それは何のプロファイリングにもなっていないぞ。しかしタイヤをパンクさせるというのは本当に立ちが悪いな。そうだ、今回はタイヤのパンクに伴って起こったある出来事を紹介しよう。というわけで今回紹介するのは、ナイジェリア航空2120便墜落事故についてだぜ。ナイジェリア？ナイジェリアといえば、アフリカ中央部に位置する国ね。ナイジェリア北部では、イスラム教が中心に信仰されている。今回紹介するナイジェリア航空2120便には、聖地巡礼から帰路に着くイスラム教徒の人たちが多く搭乗していたそうだ。巡礼からの帰りに事故が起こってしまうなんて、一体何が起こったのかな？それでは前置きはほどほどにして、経過の確認から始めていくことにしよう。お願いします。事故が起こったのは1991年7月11日のこと。ナイジェリア航空2120便はサウジアラビアのキング・アブドゥルアジズ国際空港から、ナイジェリアのサディク・アブバカール3世国際空港までのチャーター便だった。巡礼者を乗せるためのチャーター便だったのね。使用機材は DC-8。言わずと知れた、アメリカのダグラス、エアクラフト社が開発したジェット旅客機だ。日本航空を含め、世界中の航空会社で利用されてきた旅客機よね。事故を起こした DC-8 は、過去に日本航空で使用されていたものだったんだそうだ。日本とのつながりも深い機体だったのか。このフライトを受け持ったのは、ネーションエアーの社員だった。あれ、ナイジェリア航空じゃなかったの？事故機はカナダにあるネーションエアーからウェットリースされていたんだ。ウェットリース？簡単に言えば、機体、乗務員、整備や保険などを一括してリースすることよ。なるほど。運航全般をネーションエアーが受け持っていたということだね。このフライトを担当したのは当時47歳の機長、彼には1万700時間の総飛行時間があった。そして副操縦士は36歳で、彼は8000時間の総飛行時間があった。最後に航空機関士は46歳で、彼は7500時間の総飛行時間があったんだ。経験豊富なパイロットたちがフライトを担当していたのね。彼ら3名の運航乗務員に加えて11名の客室乗務員と247名の乗客、合計261名もの人たちが2120便に搭乗していたんだ。そんなにたくさんの人たちが乗っていたんだね。その中にはネーションエアーの主任運航管理者や、主任整備員も搭乗していた。帰路に着く巡礼者で満員だった2120便は、本来7月10日の出発を予定していた。あれ、出発が1日遅れたんだ？乗客の搭乗に関して不備があったんだそうだ。チャーター便だったから、多少の融通は効いたのかな。出発は翌日の朝まで延期され、乗員たちはホテルで休養を取った。そして翌朝8時頃にはメンテナンス及び乗客の搭乗手続きが完了し、出発準備が整った。2120便は午前8時10分にプッシュバックを開始、離陸にランウェイ34レフトが割り当てられた。気温が30度に及ぶ暑い中2120便は地上走行を開始、11分後には滑走路端に到達した。そして管制官から離陸許可が与えられたため、エンジン水力を増して離陸滑走を始めた。ここまでは順調ね。だが離陸開始からほどなくして、2120便にある異常が起こっていた。ある異常？乗員たちは、何か叩くような異音が数秒続いたことに気がついたんだ。何かを叩く音？一体何の音だったのかしら？この時点で速度は50ノット、ブレーキを踏めば十分停止が可能な速度だっただろう。副操縦士はタイヤがパンクしたものと考え、機長にタイヤがパンクした、と伝えた。これを受けて機長はブレーキを踏んでいないだろうな、と返事した。ブレーキを踏んだために異音が鳴ったと考えたのかな？それとも離陸中止のためにブレーキを踏んだりしていないよなという、副操縦士を牽制する意味があったのかしら？どちらとも取ることが可能だが、少なくとも確実なのは機長が離陸の継続を判断したということだ。副操縦士は、いえ、踏んでいません、足はペダルの下にありますから、と返答した。この頃には速度は90ノットにまで加速、そして離陸開始から45秒後に V1 に到達した。そしてその6秒後には離陸速度に到達、2120便は浮揚を開始した。しかし離陸の様子を見ていた人は、驚くべき光景を目にしていたんだ。一体何を？なんと左のランディングギアから、激しい炎が上がっているのを目撃した。ランディングギアから炎が？副操縦士の言った通り、タイヤはやっぱりパンクしていたんだ。
ランディングギアの格納に伴って炎は見えなくなり、一見すると何の問題もなく順調に離陸しているかのような様子だったという。でも火災が収まるわけじゃないし、とてもまずい状況よね。そう、離陸直後からコックピットでも数々の異常が確認されていた。離陸から1分15秒後、上昇中にロープレッシャー警報が作動した。ロープレッシャー警報？これは油圧が低下していることを意味する警報なんだ。油圧は翼の画面を動かすために必要不可欠、とても重要なものよね。この時点で高度は1600フィート、2120便は管制官に異常が起こったことを報告した。機長は管制官に対してしばらくの間、高度2000フィートを保ちたいことを伝えた。しかしこの時、混乱を拡大させる要因になった出来事が不幸にも同時に起こっていた。一体何が？なんとこの時偶然別のサウジアラビア航空機も、油圧に異常が起こっていることを管制官に伝えていたんだ。そのため管制官は、サウジアラビア機とナイジェリア機を混同してしまったんだ。さらに機長は2120便のコールサインをネーションエア2120便、と管制官に伝えていたことも両機を混同する要因になっただろう。コールサイン。コールサインというのは、航空会社名と便名を組み合わせたものよ。多分本来は、ナイジェリア航空2120便、と名乗る必要があったんじゃないかしら。管制官にとって、ネーションエアー、が、聞き慣れない社名だったことも更新相手を誤認する要因になった可能性がある。更新相手がサウジアラビア機だと勘違いしている管制官は、ナイジェリア航空2120便に対して降下して高度3000フィートを維持するよう指示した。高度2000フィートを維持している2120便に対して、3000フィートへの降下指示を出したということか。しかしこの指示を聞いた2120便は、3000フィートへの上昇指示を出されたと勘違いした。指示された側も、まさか別の便と取り違えられているとは思わないわよね。しかし副将も含めてしばらくの間コールサインなしで更新していたため、管制官は今後3分にわたって更新相手を別便と勘違いしてしまうことになったんだ。3分もの間、管制とのやり取りがちぐはぐになってしまったんだね。高度3000フィートへの上昇中も状況は悪くなる一方だったことから、機長は空港に引き返すことを決め、管制官にも今すぐ引き返したいと伝えた。機長は滑走路へのレーダー誘導を要求したが、ついに全油圧系統が喪失した。全油圧系統の喪失、ほぼ操縦不能状態だったでしょうね。この時点で離陸から5分が経過、客室からは後方で煙が起こっているとの情報もあった。ついに火災が機内にまで及んできたんだね。状況はさらに悪くなりつつあり、副操縦士は、スポイラー、エルロンが効きません、と機長に報告。機長は、OK 頑張れ、私が操縦しよう、と言って、副操縦士と操縦を交代した。そしてこれがコックピットボイスレコーダーに録音された最後の音声記録となった。この先レコーダーの録音は停止してしまったのか。管制官の注意はサウジアラビア機に傾いていたが、彼はようやく出発経路を逸れて飛行する2120便に気がついた。機長はコールサインをつけて管制官に上昇不能、緊急事態だ、制御不能、と伝えた。ここで管制官は、更新相手が2120便だったことに初めて気がついたのね。離陸から8分半後、空港から10マイルの位置で機長は3度目の緊急事態を宣言。さらに、火災だ、至急空港に戻りたい、と告げ、ランウェイ34レフトへの侵入を開始した。ダガギアの展開と同時に大量の酸素が供給され、火の勢いは急激に増した。完全な操縦不能に陥った2120便は、70度近くの機首下げで右に傾きながら急降下。そしてそのまま空港から3キロの位置で地上に激突、機体は爆破炎上した。ああ。結果、ナイジェリア航空2120便は離陸から10分もしないうちに墜落。機体の損傷はひどく、搭乗者の全員が犠牲となる悲惨な事故となった。なんと飛行経路に沿って、残骸や遺体が点在しているのが見つかった。驚くべきことにある遺体は事故現場から18キロも離れたところで見つかったという。上空での火災は本当に恐ろしい。この事故はカナダの航空会社として最悪規模であり、DC-8の事故としても同様だった。離陸直後の2120便に一体何が起こっていたのかしら。ナイジェリア航空2120便は離陸時、左ランディングギアから出火。コックピットでも異常を察知したものの、機長は離陸の継続を決定した。しばらくして油圧系統が喪失、操縦が困難になるとともに引き返しの途中に墜落してしまった今回の事故。事故原因などについては動画後半でお話ししていくぜ。お願いします。この事故には多くの目撃者がいた。中でも離陸直後、左のランディングギアから火が出ていたとの証言は重要だった。やっぱり事故のきっかけは、ランディングギアからの出火だったのね。
さらに2120便が離陸した滑走路から、あるものが見つかった。あるもの？左ランディングギアの部品が見つかったんだ。ランディングギアの部品？残されていたのは、左ランディングギアの部品の一つだったんだ。あら、すべてのタイヤがパンクしていたわけではなかったのね。滑走路から見つかったのは、左飛脚の第一タイヤのゴム片やホイールの一部だった。その少し先には第二タイヤのゴム片も落ちていたそうだ。第一タイヤと第二タイヤってのは、具体的にどのタイヤのことを示しているの？ DC-8 の飛脚には合計8つのタイヤが使用されている。左飛脚の前方外側から第一タイヤ、内側に行って第二タイヤ。そして右飛脚に行って前方内側が第三タイヤ、外側が第四タイヤといった具合だ。つまり、左飛脚の前方両方のタイヤが、パンクによる損傷を受けていたということだね。パンクの順番は手前に落ちていた第一タイヤ、そして第二タイヤの順だったのね。以上のことから何らかの原因で、まず最初に第一タイヤがパンク。そして第二タイヤにかかる負荷が増したため、第二タイヤもほどなくしてパンク。結果マグネシウム合金でできたホイールが固定されて路面と擦れ、加えてタイヤのゴムも地面との摩擦を受けて高温になり出火したものと考えられた。となると問題になるのは、なぜ第一タイヤがパンクしてしまったのかという点ね。担当直入に言うと、最も大きな原因はネーションエアの整備不良によるものだった。整備不良？なんと事故の4日前には、整備士がタイヤの内圧が低下していることに気がついていた。だがネーションエアの運行管理者は、遅れが生じることを懸念しそのまま飛ばせと指示。さらに整備記録の数字も窒素ガスを加えたかのように書き換えられるなど、ネーションエアでは極めてずさんな整備が行われていたことが分かった。うん、これは整備の問題というより組織の体質的な問題だと思うけれど。さらに当日も主任整備員は、第二タイヤの圧力が規定を下回っていることに気がついた。だが充填用の窒素ガスが見つからず、出発が差し迫っていたことも影響して主任運行管理者はそのまま飛ばせと命じた。しかもタイヤの圧が規定を下回っていることは、乗務員に伝えられていなかった。もし機長にこのことが伝わっていたら、離陸中にイオンが鳴った時すぐに停止できたかもしれないわね。よってネーションエアの会社としてのずさんな体制が、タイヤ圧が低下しているままの出発を決めた大きな原因となったんだ。でもどうして2120便のタイヤは離陸中にパンクしてしまったのかしら。タイヤの耐久性の限界に達してしまったのかな。その可能性もあるが、事故当日の状況も大きく影響したと考えられた。事故当日の状況って？というのも駐機場から離陸滑走路までは、なんと8キロもあったという。さらに事故当日は気温が高く、滑走路や誘導路の温度も熱くなっていただろう。タイヤ圧の低下した第2タイヤは高温に熱せられ、機体の荷重もかかっていた。そのため離陸時の負荷に耐えられなくなった結果、破裂してしまったものと考えられた。あれ、でも最初に破裂したのは第一タイヤだったのよね。確かに、圧力の低下していた第二タイヤは、第一タイヤより後にパンクしたんだね。第二タイヤの圧力が低下した結果、両方のタイヤで支えるべき荷重の多くが、第一タイヤにかかっていたんだ。なるほど、だからより負荷の大きい第一タイヤが最初に破裂してしまったのね。そして第一タイヤの破裂に伴い、今度は圧力の低下した第二タイヤに負荷が集中、やがて破裂してしまったということか。結果左前方のタイヤが両方パンク、地面との摩擦を受けて火災が発生した。これが左飛脚で火災が発生したプロセスだった。副操縦士がパンクに気づいた時、離陸の中止を決めていればこの事故は起こらなかっただろうね。そうだな、この時はまだ十分滑走路内で止まりきることのできる速度だった。結果論になるかもしれないけど、離陸続行を決めた機長の判断は不適切だったわね。さらに機長は、離陸中にパンクした時の訓練を受けていなかったことも判明した。せめて事前にタイヤの情報が渡っていたらと思うと、やりきれないね。そして離陸した後、機長はランディングギアを格納したがこの行動もまずかった。どうして？パンクした後は今回と同じように摩擦の影響により、火災が発生する可能性がある。そしてギアを格納してしまうと格納部で火の勢いが強まり、操縦系統などにも影響を与えてしまうことがあるためだ。つまり、パンクを疑ったのならギアは展開したままにしておくべきだったのね。ギアの格納に伴い、格納部内で火災は燃え広がった。火災は操縦、油圧系統や燃料タンクにまで損傷を与え、客室の床も焼き抜いたという。さらに火災の影響で燃料タンクの隔壁も損傷を受け、燃え盛る炎をめがけて燃料が霧状に噴射されていたものと推測された。そんな状態じゃ、消火するのは不可能だったでしょうね。やがて副操縦士はギアを展開、結果的にこの行動は大量の酸素を流入させる結果となった。ギア格納部上方には客室フロアがあり、火災により床が焼け落ちた。
火災で脆くなった箇所から乗客が投げ出されてしまったんだね。そして油圧系統や操縦系統が深刻なダメージを受けた結果、完全な操縦不能に陥り機体構造が破壊され墜落したものと結論付けられた。管制との交信に不手際があったことも着陸が遅れる要因になったでしょうけど、火災が起こったまま離陸した時点で生還の見込みは厳しかったかもしれないわね。状況は一刻を争うから、少なくとも致命的な時間のロスになったのは確かだろうね。なお余談だが出発を強行した主任運航管理者、出発に同意した主任整備員。そのどちらも、この事故が原因で犠牲になってしまったという。主任運航管理者が出発を強行しなければ、充填用の窒素ガスがすぐ見つかれば、機長にタイヤの情報が伝わっていれば、機長が離陸を中断していれば、事故を防ぐためのチャンスが何度もあったのに、生かすことができなかったのね。2120便が離陸した時点で、ある意味運命が決定づけられていたのかもしれないね。今回の事故を受けて、ギアの格納部にも火災検知器や消火装置の装備が勧告された。さらに離陸中のタイヤの異常に対する訓練の充実強化や、整備の品質向上が図られた。これがナイジェリア航空2120便墜落事故の概要だぜ。運航側がこんなずさんな管理をしていたんじゃ、私たちにはどうしようもないのかしら。私たちができるのは、信用できる会社を見極め、より安全性の高い会社を利用するといったことなのかもしれないね。そうだな、そういった意味でも私たちの判断が重要になってくるのかもしれない。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのは福岡空港よ。おお、福岡空港といえば九州地方でも最大規模を誇る空港だよな。福岡空港にはどんな特徴があるの？福岡空港は日本でも最も忙しい空港だと言われているわ。あれ、最も忙しいのは羽田空港や成田空港じゃないんだ。コロナ禍前の2019年の統計によると、福岡空港の発着回数は日本第4位だったのよ。羽田、成田、関空に次いで第4位ってことか。でもそれじゃ、最も忙しいのが羽田空港ってことになっちゃうよ。上位3位の空港と福岡空港には、ある決定的な違いがあるんだぜ。視聴者の皆さんはお分かりよね。そう、福岡空港はたった1本の滑走路で全ての離着陸機を賄っているのよ。それぞれの発着回数を、滑走路の本数で割ったのがこちらの表よ。滑走路1本あたりの離着陸回数が、トップの羽田空港が約5万7000回に対して福岡空港は9万回か。こりゃすごいな。多くの離着陸をたった1本の滑走路でさばいている。そりゃ忙しいはずだよ。滑走路の増設予定とかはないのか？あるわよ。おお、あったのか。もともと2024年に現存滑走路と平行の位置関係にある2500メートル級の滑走路の供用が開始される予定だったそうよ。ということは3年後？でも2020年末の記事によると、供用開始は2029年まで遅れる見通しであることが分かったんだって。8年後か、まだしばらく先だな。それまでこのチャンネルが残っているのかな？おいおい、不吉なことを言うなよ。それぞれの滑走路が近いからパラレルアプローチ、いわゆる同時進入は難しいかもしれないけど、離陸用滑走路と着陸用の滑走路を分けるなど、従来より大幅に効率的な運用が可能になると考えられるわ。そんな福岡空港には2800メートルの滑走路が1本あるわ。羽田空港や成田空港、関空などと比べると決して長い滑走路だとは言えないが、国内でも有数の離着陸数を受け持ってくれているんだな。本当に頑張ってくれているんだね。そう考えると一段と愛着も増すわよね。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機雲、明日は曇りのち晴れ。